今日はね、さっきね、こっち映したの。こちらをね、今回買いました。でもね、セットの仕方がね、私には全然わからなくて、高校生の子にね、やってもらいました。なんかね、ここがデジタル式になってるんですよ。こんな感じでね。で、ここの上のところを、一箇所こうビートすと、ここの鍵が解除になってこっちに移るんですよ。この鍵が。で、なんか設定がなんか私やったんだけど、全然わからなくて、今回ね、これ何て読むんだろう。わざやの LDL ちょっと読めない。満腹っていうなんか商品みたいです。日本語だとそんな感じに書いてあったんですね。同じ商品がね出てたんです。これ私はねちょっとね海外から取った感じで買ったみたいで、こんな感じの名前になってますね。でうちの我が家のお水、こちらもねもうねちょっとね噴水に出てなくてもちょっと壊れかけてる感じ。こっちもね新しくしたいと思います。またね新しく買ったら取ります。いつもね水ここ出てるんですよ。最近ね調子悪いんです、これも。はい、でこんな感じでここにね姫ちゃんのおトイレも流して、ここにちょっと今テレビ映っちゃう。ここにねここにずっと行くと、ここにちょっとテレビがありまして、でずっと行くと子供の部屋、でここに猫タワーがいて、ここに姫ちゃんがいます。ね、姫ちゃん、あ、さっきご飯食べたのね。はい。で、もうね、これもね、そんなに経ってないけど、もうちょっとボロボロで、毛もちょっと結構ありました。で、これが、うちの時計ですね。はい、今、ちょっとこんな感じです。で、私の台所がここで、もうリビングはこんな感じになっております。はい、こんな感じです。で、ここから映すと、ここが電子レンジ、オーブントースター、米びつに、で、お湯沸かすやつに、レンジ、オーブントースター、コーヒーメーカー。その上にこんな感じになっています。で、そこはね全部だいたい使うもの、ストックじゃないけども、ちょっと使うものもあそこに置いておきます。いろんなのも。で、そこはストロー入れ、この両脇にあるのはストロー入れなんですね。ダイソーで買いました。ちょっと近くに寄りましょう。で、ここはミキサーで、ここはねあんまり使わないもので、ここはスパゲッティとか麺類は入ってます。で、ここはねお惣菜に使うわかめとか中華スープとか鍋の素とか、あとこう唐辛子とかね。で、ここはねこういうお寿司のねこういうものをちょっと入ってますね。はい、ここは味のり。後ろにはあまり使わないんです。マカロニとかね、あとお弁当に使う梅のね、ゆかりでしたっけ、あれ、あとだしね、それあまり使わないんですが、ここに入れちゃいました。で、これがいつもコーヒー豆、コーヒーメーカー豆で起こすコーヒーがあるんですけど、ちょっとこれめんどくさくて、で、こっちの方を豆を起こして、で、このコーヒーで飲んでます。これはもうコーヒー粉からできるやつのコーヒーメーカーです。ここにスプーンとかね、メガネすぐ使うんで。で、この辺はストロー、これはねタピオカ用のストローで、あっちの方が普通のストローですね。で、ちょっとねダイソーで買いました。これね結構香りがいいです。皆さんちょっと買ってみてください。ダイソーで300円でしたかね。で、これがお皿、ちょっとお皿類まだちょっとね食器のあそこのところにまだ置きっぱなしに、洗ったままあそこに置きっぱなしです。はい、で、こんな感じでルームツアー。
で、ここが、無印良品で買ったこの棚が結構いいですね。で、これはね、近くのスーパーっていうかデパートで売ってたんで、これ800円ぐらいかな、1個。大きさがちょっといろいろあったんで、ちょっと買ってそこに入れました。ここはちょっとフォークとか箸とか入れて、ここはお菓子とかパンとかね、子供が食べれるようにしてます。で、ここはね、お菓子類とかパン類。で、ここもね、お菓子、切れないものはここに入れてますね。なんかね、はい、ちょっとこれはね、これからちょっと考えて何か入れようかなと思って、ここにちょっと置きっぱなしになってます。ここはね、このものはね、確か9000円いくらで買ったのかな。炊飯器はほとんどちょっと使ってないんで、ここにちょっと物置みたいに子供のものがちょっと置いてあります。すいません。ここはね、紅茶とかコーヒーとか、紅茶、お茶類ですね。つまり、あ、水もちょっと入れっぱなしです。すいません。ここはグラスとかコーヒーカップとか入れてますね。で、下の方は本当にほとんど使わないものばっかり入れてます。ちょっとまだね。で、ここはね、猫ちゃん用の餌箱ですね。猫ちゃん用、うちの姫ちゃん用のね、餌ね、外に置いておくともう全部食べられちゃうんで。で、これが姫ちゃん用のこたつですね。この中にたまに寝てますね。でもそんなには寝てない。どうしよう、あまり買ったんだけどね、あまり寝てないですね。寒い時はね、寝てるんだけど、ほとんどこっちのこたつの方に寝てますね。で、うちの子は猫に登られるの嫌だから、これにこうやってやってますね。私はいつもこんな感じいます。はい、ゴミ箱があって、あ、ちょっとここ汚いですけど、ここもね、ちょっと改善したいですね。ちょっとここら辺までザーッとね、カビをね、ちょっとね、描いていきます。これもね、長男来てやってくれました。この棚言い忘れてた、これ長男来てね、作ってくれました。はい、こんな感じで。ちょっとなんかないって言って、じゃあいいよって言って、で、作ってくれましたね。で、ここは私が作った場所で、台所ね、はい、こんな感じになっております。で、この棚もね、私が作りました。じゃあちょっと今日ご飯食べたものがちょっとあります。はい、ちょっと洗い物しました。で、今日はね、いつものように私の、今日はちょっとこんにゃくを作りましたので、こんにゃくがあります。はい、冷やしております。今一生懸命冷やしております。はい、こんな感じでね。で、ここはね、マスク洗ったらここにかけておくような感じで置いときます。マスク。で、歯ブラシとかここにちょっとしちゃうんで、歯ブラシですね。で、ここに冷蔵庫、ちょっと大きい冷蔵庫もありますね。ここ汚い、汚くてごめんなさい。ちょっとね、これがうちの冷蔵庫ですね。どのくらいなんだろう、結構大きいですね。170ぐらいですかね、この冷蔵庫はね、170ぐらい。で、ここにちょっと入らないの、スーパーの袋がここに入ってます。はい、こんな感じですね。はい、で、遠くから見た感じはこんな感じ、狭いです。6畳ぐらいですかね。はい、で、逆から見たら、はい、こんな感じです。ひみちゃんいます。はい、こんな感じですね。あ、ちょっとペットボトルにちょっと今日出そうと思って、そこに全部置いときました。すいません。こんな感じですね。はい、ひみちゃんがね、最後にひみちゃんを映しましょう。あ、今日足まで出ちゃってるの、あなた。あらら、今日ちょっと可愛くなるもんね。あ、出た、手が出た。こんな感じです。はい、じゃあ今日ね、ルームツアー終わります。